京都競馬場最終12レース、花瀬ステークス3歳以上3勝クラスのハンデ戦、ダート1 8 0 0ル出走14頭です京都駅から電車やバスを乗り継いでおよそ2時間京都市の北部山あいにある花瀬森や川など豊かな自然が広がりますスタンド前での枠入り西日に照らされて13頭がゲートの中最後14番の栗の炎。 収まりました花ナセセイクス14投スタートしました コーースタート3番の帝王リカード内から1番、クロニクル2番、モズマ族外から手綱を押して8番のサンライズ・シェリーも位置を取りに行きます上がっていきますそのうちから5番のラズルダズルも先行策11番、イいネイいネ、ね、イいネい、ねいいね、中段固まって12番、エメビウェールも酒井流星騎士が手を動かしながら前の方を上がっていこうとしています外を通って14番の栗の炎西日をいっぱいに浴びて1コーナーから2コーナーを目指していきます 3歳馬、3番、テ王オリカード先頭リード、1馬、進半五5番のラ,ルズラズルダズルが2番手に上がりましたが外を通って8番、サンライズ・ジェリー3番手第2コーナーからバックストレッチ残り 1200m あとは1番、クロニクル1馬進差の水槽4番手さがなく11番、いいねいいねいいね12番のエメミウェール7枠の2頭が続きます中段1馬進差内に4番のダッチマンあとは外を通って13番、コパノ・ニコルソン残り 1000m あとは7番、ブエックス馬群の中外目から2番のモズマ族が徐々に差を詰めて上がっていきます。インコ コース6番、ロッキーサンダー14番、国の炎が続いて坂を上っていくあとは10番、君のフラッシュ後方から2投目800切りました最後方9番、ベノム 1000m は1分1秒1での通過3コーナーのカーブ坂を下っていきます3番のテーオー・リカード先頭を後ろを少し離していきました600切りました5番のラズルダズルが2番手坂を下りながら3コーナーから4コーナー1番のクロニクル3番手前との差が少し開いた4番手11番のイいネいイねネいイいネ、ねいいね、4コーナーのカーブに入りますあと後方にいた2番の 勢いをつけて上がってくるが前にはまだ差がある4コーナーから直線に向いた差を開いた3番、テイオー・リカード先頭だ突き放しにかかる4馬身、5馬身、6馬身のリード追っかけていた5番のラズルダズルが苦しくなって200を切ったところ変わって1番のクロニクル内から7番のムエックスの追い込みあとは外から猛然と追い込んできた6番のロッキー・サンダー2番手争い先頭は3番、テイオー・リカードテイオー・リカード圧勝でゴールイン2番手は6番のロッキー・サンダー3番手5番のラズルダズル粘りました 唯一の3歳はテーオリカード離せス・テークスを制してオープン入り勝ちタイム1分50秒9岩田未来騎手鮮やかに逃げ切りがち自分でペースを作って坂の下りで後ろを差を開いて直線も後は後ろを突き放す一方でした3番帝王オリカード圧勝2番手6番追い込んできたロッキーサンダー3番手は粘った5番のラズルダズル 勝ちタイム1分50秒9上がりゴールまでの 800m49 秒 7600m は37秒4でした3歳馬、帝王リカード前走ジャパンダートダービーでは11着と強豪に一度阻まれましたが夏を越してかつて勝利を挙げたこの京都コースで3勝目これでオープン入り 非常に3歳のダート路線はライバルひしめき合うというところですがそこに割って入ることができるかどうか3番の帝王リーカード今5着まで馬番がとまりました1着3番、帝王リーカード岩田未来騎士は396勝目です2着6番のロッキーサンダー3着5番のラズルダズル4着1番、クロニクル5着7番、ムエックスの順で着順掲示板点滅しています重馬場ダート 1800m 勝ちタイムは1分50秒9でした 今週は史上7投目の牝馬三冠リバティアイランドが三冠を達成した京都競馬場来週は菊花賞23年ぶりに皐月賞馬とダービー馬の直接対決が実現するかもしれません京都最終12レースハナセスエクス確定までしばらくお待ちください